イ単調は西洋音楽における調の一つで、異音を主音とする単調である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名動音的に変えられることがある。 シャルパンティエはこの蝶について優しさや悲しさを表すと述べている。マッテゾンはこの蝶を嘆くような品位のある落ち着いた性格を持っていると述べている。古典派時代、還元楽では異端蝶を主張とすることがほとんどなかった。現代のようなバルブのついたホルンが存在しなかった時代なので単蝶の楽曲の場合、主張と平行調の2種類の管を組み合わせて使った。 イタンの楽曲の場合は、A 管と C 管であるが、C 管は、通常の16フィートのバス管では、A 管と音色が異なりすぎてしまい、違和感があるので8フィートのアルト管を用いた。すると管長が短いために10倍音以上が困難で、2人、1組でホルン5度が吹けないなどの深刻な問題があった。さらに C 管の自然トランペットと同じ長さなので、 ホルンらしくない神高く悲痛な響きになり、当時の感覚では、トルコ軍楽風とみなされたようである。異端長は、調合を用いない調べであるため、独譜が良いで初心者向きとされている。弦楽器のバイオリン、ビオラ、チェロでは、開放弦に、A 弦があり、競争曲に頻繁に見られる。他方、ピアノで弾く場合は平行調の波長調と、同じく演奏をしにくい調の一つである。 カテゴリー、異端町を参照。ありがとうございます。